とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、めちゃくちゃ欲しかった装備、ついに、ゲットしました。ゲットしたというか、もらいました。はい、一週間ぐらいずっとね、古代狩りで粘って、探してたんだけど、出なかったのよね。で、フレンドから、もらうことができて、ちょっと使ってみようと思います。これです。ようやくパワーアップが完了したね。しました。闇のアーマー。これね、生放送中に話を聞いたんだよね。闇のアーマーの黄金スキルにクールダウン3がついてるやつをゲットすると、なんだったっけ？アーティファクトの、クールダウンが0になるバグみたいなのがついてるらしいのよね。欲しかったやつがね、ついにゲットした。これ、クールダウン3ついてますね。で、エンチャントは何にしようかなーってちょっと思うんだよね。まあ変更の、ダンブルビーでもいいよね。変更ダンブルビー、ポーションバリア、かなー。この中では。だと思います。ちょっと待って、俺、エンチャポイントが15しかない。ほぼほぼないじゃねえか。まあ、とりあえず、黄金のクールダウン3がついてれば良さそうなので、これで、カバンビルドでちょっと試してみようか。カバンビルドじゃないな。もうカバンを連打できるっていうことでしょ？ちょっと今使えてないからわかんないか。ちょっと、試してみましょう。相当強いと思うけどね。では、行きますね。ちょっと無限カバンビルドどんな感じになるんでしょうか。おい、え、ちょっと待って、いやちょっと待って、ならないぞ。あれ、なんでだ。あ、そうか、クールダウンがゼロになるんであれば、これ羽が連続使用できるはずなんだけど、できないね。どうしたことだ。ちょっと俺のやり方が間違ってんのかな。ならない。これじゃあ普通のカバンビルドだもんね。じゃなくて、何も、このぴょんぴょんせずに、ドカ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 ーってこう雷が降ってくるみたいな感じになると思ったんだけどな。これじゃあ普通のカバンビルドだ。あれだな、あのコメントで、あれは嘘か改造かどっちかだっていう風なコメントもあったんだよね。いや、もしかしたらそうなのかもしれないね。この闇のアーマーの黄金クールダウンは、ただの噂か、もしくは改造されたやつを誰かが見たのか、かもしれないですね。か、もしくは、無限ダイナモみたいに、黄金のクールダウン3プラス、何かが必要とか。どうだろう、わかんない。多分それぐらいしか考えられないな。いや、どうしてもね、ならないんですよね。ならない。クールダウンが0にはならないですね。ちょっとわかる人教えてもらえれば嬉しいです。やっぱりバグなのかな？バグっていうか、見間違えかただの噂なのかもしれないですね。闇のアーマー、クールダウン3の黄金。わかんないな。まあ、何かつければ、そうなるっていうのであれば、つけたいので。はい。すいません。教えてください。それでは、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ならない。